この時期になると毎年テレビから聞こえてきた帰省ラッシュの言葉。今年はその言葉を聞くことがないのかもしれないと思うと少し寂しく感じる。中には思い通りに進まない渋滞を煩わしく思う人もいるのかもしれないけれど、私はこう思うんだ。それはふるさとの親を思う人たちの行列なんだって。忙しい毎日は一旦お留守番させて、あったかい思いとたくさんのお土産話と忘れられない思い出を車に詰め込んで、大事に大事に走っているんだって。みんなゴールまでを競争しているんじゃなくて、スクラムを組んで一歩ずつ前進している仲間なんだって。思う時間が長ければ長いほど会えた時の嬉しさはひとしおだから。みんな早く家族とたくさん話せる日が来るといいな。心を着替える旅をしよう。長崎フォトリップは長崎県本田カーズの提供でお送りしました。